皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、非常識思考は自分も他人も尊重する。自分の、嫌いなこと、他人の嫌いなことは違うということを知ろうということについてお話をしたいと思います。非常識思考の非常識っていうのは飛ぶ常識の方なんですけれどもね、この思考っていうのは自分も尊重するし他人も尊重するっていうことになりますので、まあ、どういうことかっていうと、まあまあ自分がされて嫌なことは人にするなっていうね言葉とかよく聞いたことあると思うんですよ。でこれっていうのはまあ、もちろんマナーとか社会常識的な、まあ、根源的な部分では共通認識であることだと思うんですよね。そうだな、例えば社会的に不快に思うことっていうのが、そうだな、例えば電車の中とかで、皆さんがねこう電車に乗ってるわけじゃないですか、移動の手段として。その電車の中でいきなり規制を上げるとか大きな声を上げて人を罵り始めるとか、これっていうのは、まあ、やっぱり自分がされて嫌なことっていう領域なので、まあ、それを他人にするなっていう、これは、まあ、正しいことだと思うんですけれども、まあ、実はこの考え方で全てを考えてしまうと間違った方向で考えてしまうことっていうのがあるんですね。でそれを今日は教室授業の中においてどういう間違いが起こるのかっていうことをですねお話をしようかなと思って今日のテーマを、お伝えしております。はい、ですね、まずそのさっきの例で言うと、自分の嫌なことは人にするなっていうのはある意味正解で、ある意味不正解なんですけれども、正解でっていうのはまあ生理的にとか根源的に嫌なことっていうのはやっぱり基本まあしない方がいいとは思うんですよね。だけれどももっとですね根本的な話をすると、そもそもですね自分が嫌なことっていうことと人が嫌なことが違う場合があるんですよね。もう一つ言うと、自分がやって嬉しいことと人がやられて嬉しいことっていうの、これ違う場合があるんですよね。この感覚は分かりますよね。まあよく男女の場合にはすれ違いが多く発生する要因の一個なんですけどね。例えば彼女が彼氏に対して良かれと思ってやってあげる、それはこの彼女の価値観なわけですよね。きっとこの彼氏にはこういうことをしてあげたら喜ぶに違いないという、まあ、彼女なりの価値観と信念において彼にまあそういう喜ぶであろうことをしてあげるんだけれども、例えばその彼はそれを喜ぶ人ではない、ないしは喜ぶという価値観を持ってない場合には、むしろありがた迷惑なことになっちゃう場合がありますよね。ここにすれ違いができますよね。だからまあ、よくそうですね、まあ、男性女性の、心理とか男性脳と女性脳の話とかも私別のチャンネルとかでもよくしてるんですけれども、例えばですね、まあ、基本的には男性はこと仕事の領域に関してはですね、全員がとは言いませんよ、全員とは言わないんだけれども、まあ、自分がこういうふうに組み立てたいみたいに思っている、その自分でちゃんと流れを作るんですよね。でその時に彼女としてやっててほしいことは、自分がその仕事をしていくっていうことを、まあ、どういう方向であれ、まあ、賛同してほしい、ここまでが望んでることであることが多いんですよね。今度こういうことやってみようと思うんだけど、あ、いいんじゃないみたいな、絶対うまくいくよとか、なんかそういう答えを期待してるとするじゃないですか。だけれども、まあ、ちょっと姉さん女房的な彼女だったりとか、まあ、本当に年齢が上目の方とかいらっしゃった場合ですね、まあ、この彼に対してですね、いやそれはでもちょっとどうかなとかね、
世の中的にはこうだし、そういうのに詳しい誰それさんに指導を仰いでみたらみたいな、親切心で例えばアドバイスをしたとしても、それ場合によってはこの男性からするとカチンとする場合とかもあったりするんですよね。これは男性のプライドっていうものもあるし、単純に話を聞いてほしい時とかにはそういう答えは欲しくないっていう時があるんですよね。で、逆に男性が何かアイディアとかヒントを欲しがって、君はどう思う？みたいな形で意見を求めてきたら、まあ言ってみたらいいんじゃない？基本賛同だけが欲しい人、こちらは心配だからアドバイスしてあげたい人っていうのになった時に、このすれ違いが生じることが多いですよね。これっていうのは、もちろん性格によってアドバイスを喜ぶタイプの男性もいますし、全般的にとは言いませんけれども、その傾向があった時にはやっぱり自分の考えと相手の考えは違うっていうこと、だから自分が言われて嫌なことと相手が言われて嫌なことも違うし、自分が言われて嬉しいことと相手が言われて嬉しいことっていうのが違うっていう、このまず出発点に立てるかどうかっていうことが基本大事になってきます。要は自分が嫌なことが相手にとって嫌なことじゃない場合もあるし、自分にとって嬉しいことが相手にとっても嬉しいことじゃないっていうのをフラットな状態で自分が理解している方が人間関係うまくいくんですよね。だからある意味どちらもなんですけど、押し付けになってしまう場合があります。自分の嫌なことを他人にしないっていうふうに決めてると、その人はもっと違うことをしてほしいと思ってた場合には冷たい人っていうふうになってしまうし、自分が良かれと思っていることをこの人にやった場合には、そんなことまでしなくていいのにって嫌がられる場合にはおせっかいっていうふうにね、なってしまうので、やるなって言ってるのではなく、その人との距離感、その人との関係において、自分が、もちろん自分という個性は生かしていいんですよ。自分の個性においてこの人とどういう立ち位置で付き合うかっていうのを決めていった方がいいということになるので、自分の価値観だけでは動かない方がいいっていう話なんですよ。なぜこの話をするかというとですね、私のクライアントさん、女性がほとんどなんですけれども、その方たちとお話をしている時に、その方の思い込みが強いケースが話をしていると結構多いんですよ。例えば教室授業で、例えば新しい展開をするとか、あとはこういうクレームがあった、どう対処したらいいのかとか、こういう状態になってしまって今気分が落ち込んでるけどどう考えたらいいのかとか、そういうお話とかがある時にですね、対人関係に絡むような時もあるし、あと新しい授業を起こす時にでもですね、自分の想像と想定が、思い込みが強すぎると、それがやっぱうまくいかないケースとかがあるんですよ。で、私とかと話をしている時には、その客観的に引いた目でそれがどうかっていう質問を繰り返すことによって冷静になっていくこともできるんですけれども、おそらく一人でやってるようなケースの時には自分の思い込みで突っ走って、その挙句にやっぱりうまくいかない、もう教室授業なんてやめちゃおうかなっていうタイプの方もいらっしゃるんですけれども、その気持ちの根源っていうか発端っていうのが、大抵自分がこうだと嬉しいからっていうのが割と多かったりするんですよね。それはとても大事な視点なんです。まずだって自分がこのサービスあったらいいよねって思うところから発明っていうのは大概生まれますからね、いいんですよ、まず発端としては。で、その裏付けのリサーチをしてない人が結構多くて、要はあなたの考えたことはその欲しがる人たちいますかみたいな、それに共鳴してくれるようなタイプ一層かっていう、やっぱこの辺りまで調べた後に授業を起こすとか教室の新しい企画作るとか、それをやればまだ失敗の確率少ないんですよ。失敗っていうのは、要は企画を立てたのに集客できないっていう、どの期間でそれをできないっていうふうに見切りをつけるのかは別としてですけれどもね。
そういう傾向があるわけですよね。だから自分の思いだけを外向きに発信すると、さっきの男女の関係と同様で押し付けになる場合があります。強烈にそれをいいなと思って好きになってくれる人がいればもちろん OK なんですけれども、ある程度人から欲しいと思われるような商品にまで仕上げた後に発信する方が基本集客は楽なんですよね。だから見ていると、よく私ご質問する時にですね、バーってこう企画を言われた時に、まあ、自分の中で疑問が浮かぶんですよ。それって欲しがる人いんのかなとか、どうかなって。本当に世間的なデータがすでに私の頭の中に入っていて、ああ、それは世間も求めてるよねっていうデータがすでにあるものに関しては、それいいねって言ってあげられるんですけど、データがないものとかだったりすると、しかも本人の思い込みが強くって、これはいけるって思っている熱量でバーッと話された時に、私がそこまで心が動かない。要は、初めて聞く一般人の気持ちで聞いてるんですよ。で、その時に、いや、魅力的じゃないなとかって思うと、これこれこうでこうでこうだって言われて、その内容はわかるけれども、それってどういう人たちなら喜ぶと思うっていうふうに言うと、いや、こういう人たちはきっと喜ぶと思います。そうすると、私がなんかずれてるなって思う時があるんですよ。そうすると、それって本当？って聞いたりとかします。それって本当？って言われると、にわかにこう自分の頭の中でね、質問に対する答えを探し始めるんですね、脳って。え、本当？本当ってどういうことなんだろう、それを本当っていうためにはどんな証拠があればいいんだとか、ぐる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 って考え、でそこに対してまた私が畳みかけるようにですね、この人たちが求めそうな内容、いわゆる世間一般的に、理解できているような、まあ、生態というかライフスタイルと提供しようとしているもののギャップがあるように私は感じる。要はそこに矛盾を感じるんだけれども、その点はご自身ではどう考えてるの？っていう話をね、言ったりします。そうすると、この人たちは絶対に喜ぶはずっていう根拠もなく、感情の面だけで突っ走ってるといいはずっていうことで合致する予定なんですけど、私がそれを聞くと、いや、どうかな、本当にそれ喜ぶかな、なぜならばっていう、私には私の根拠があるんですよ、データ的な。というデータがあるのにもかかわらず、その人たちがこのサービスを欲しがる理由は何なんですかっていうふうに言うと答えに詰まる。その場合にはやっぱりね、考え直しっていうのが必要になります。だから、その気づきのために、まあ、欧州話法というか対話があるわけなんですけれどもね、まあ、出ないとコンサルタントでいる意味がないんで、OK なものはすぐ OK です、出せるんですけど、これどうかな、売れるかな、売れないかなって、売れない懸念事項がある場合にはまずそれを詰めていくことをやります。だから必ずですね、自分の考えで全てを決めないということです。発信の走りの出だしは自分の考えでいいんですけど、それを裏付ける証拠、まあ、お客様の声であったり、近しい属性の方の話を聞くとか、まあ、ネットの情報も全てが正しいわけじゃないんですけれども、まあ、近いものをどこかから拾ってきて、それを証拠の拠り所にするとか、その自分が思ったものの裏付けですね、エビデンス、証拠を自分で探してよしって納得する。で、その納得付けがあると、ランディングページと呼ばれる、内容紹介ページ、申し込みページですね、これもすごく深みを増して作ることができるんですよ、感情に走ってないから。だから、そもそもスタートが押し付けではいけないということなんですね。自分の価値観が人とは違うんだっていうことをまずスタートで理解すれば、そのあたりのボタンの掛け違いがまずなくなるっていうことと、あと同時にですね、人間関係もうまくいくっていう言い方変なんですけれども、過度に期待しすぎない方がいいです。ちょっと冷たい言い方しますけど、私は私のクライアントさんの潜在能力ないしは
ここまで伸びるだろうっていう、その能力をすごく信じてるんですよ。まあ、信じてるからコンサルティングしてるんですけれども、多分本人以上に私が信じてます。だからうまくいくんですけどね。その誰かに信じてもらえると人って頑張れるじゃないですか。私はクライアントさんが自分の能力をちょっと疑ってるとこがあったとしても、それはきっとうまくいくっていう道筋が見えたものは全面的に信じてるんですよね。まあ信じるからうまくいくんですけどね、実際に。だからこれ売れるなって言った企画はほとんど外したことがないんですよ。だから売れないと思うものは徹底的にね、これはどうなんだどうなんだっていうふうに言うんですけれども、もちろんそれはご本人の努力していただかなきゃいけないんですけども、方向性が間違ってないものはほぼ売れますね。それはここ4年ぐらいずっとやってきて、当たる感覚がよく分かって、だから当たらない感覚も分かります。これはいけない、でも本人がどうしてもやりたいって言うんなら仕方ないからやればいいんじゃない、気が済むまでみたいなやり方とかをね、する時とかもある。で、気が済んだらやっぱりダメでしたって言って、まあそうよねっていう、まあ、そういう終わり方をする時とかもあるんですけど、で、まあその人間関係がうまくいく理由っていうのは、他人は自分と考えがもともと違うんだっていうのを理解することになりますので、過度にその他人に期待しすぎない方が楽に暮らせます。期待しすぎるっていうのは、要はなんでカチンと来たりとか怒ったりとかするかっていうと、その人に対してこういう人だよねって思ってた自分が裏切られたような気になるから、怒りが出たり残念な気持ちになったりするわけで、その人は所詮例えば小物だったとかね、まあ、その程度の人なんだなっていうのが分かったとしたんなら、そこで理解が深まるというか、初めて理解をすることになるので、そこからの付き合いを考えればいいんですよね。この人を信じてたのにって裏切られたじゃなくて、で、そもそも信じてた自分が間違ってたって思えばですね、スタートがそもそも間違ってるわけだから、私はよく人が変わったみたいに思うようなタイプ、まああまりいないんですけど、迷ったと思う時ありますよ。この人は一般常識があるような人と思っていたんだけれども、そうじゃない領域で思う思考の乖離を持ってる人なんだなって途中で分かったとしたら、それを怒るんじゃなくて、残念な人だなと、まあ、自分はこの人と付き合いたくないなと思えばスッと去っていくっていう、まあ、そういう形にしているので、その人を変えようと思ったりも別にしないし、すぐ変わるもんじゃないですからね。自分は変われるけど他人は変われないんですよ、こっちが言ったって。だから自分がその人との付き合いの距離感を変えればいいだけで、後からでもその性格って、こういう性格なんだな、そうじゃない人だと思っちゃってた自分がまずかったな、目がまだ肥えてなかったね私って言って、自分を反省して引くだけですね。そこの人といると心地よくなかったり気持ち悪かったりとかっていうふうに自分が気づいちゃったら、その段階ではもう一緒にいられないわけですから、話し合いとか、ビジネス上で必要だったら話し合いをしようっていうのが私のスタンスなんですけれども、その話し合いもしようとしないタイプの方とかもいらっしゃいますので、私はガチでぶつかってそこでね、血流して傷ついたとしても、まあ、真実が分かったりとか、ちゃんと根っこの部分から分かり合おうっていうことを、まあ、体当たりでいくタイプなんですけど、全員がそういうわけではないのも知ってますので、特に男性はそのあたり逃げる系の人が多いですね。うやむやにするっていうか、まあ、事なかれ主義でいきたいタイプの人が多いのも知っているので、まあ、違和感よく当たるんですけどね。当たるっていうか、まあ、スッといなくなったり逃げたりとかする。で、それはその人はそういう人なんだ。もう当然、理解するためにきっちり話し合う。で、さらにこうパートナーシップが深まるお仕事をやっていく上でとても順調になっていくっていうタイプの人もいれば、うまくなんかごまかしながら痛いとこ疲れたなって言って逃げていくタイプの人もいるので、まあ、そういう方とはもうその後は付き合わないっていうふうに決めればいいだけで、だから
怒ったり恨んだりもないですね。そういうケースにおいては、こちらが見誤っただけです、その人の人格と性格を。で、ああそうじゃなかったんだなって分かったら、もうそれ以上その人が悪いとか悪くないとかっていうレベルの問題じゃなくて、付き合わなければいいだけのことなんで、そういう形で考えるとほぼほぼ怒りっていうのはなくなるはずなんですよ。で、ここが若干複雑なのは、旦那さんとの関係だったりする時には見誤ったとか言って、バイバイって言うと離婚ということになってしまうので、そこは調停というか話し合いをね、していかなくちゃいけない部分とかはあるんですが、大概過度に期待してるケースが多いですね。幻滅するとかやってくれなかったみたいないう話とかだと、本当にそうなのかっていうのも、私ね、たまにその夫婦関係の部分の話とかもするんですけれども、私はスタートがそもそもないっていうフラットな状態からスタートしてるんで、やってくれたらそれは感謝でありがとうっていう状態でのスタンスでの話し合いになるので、まあ言われたことをやらなかった時とかに、3回まではね、まあ OK なんですけどね、3回超えると言ったよねみたいな形になるんですが、3回目までに関しては、こういう伝え方をすれば動いてもらいやすいかもとか、気持ちよく動いてもらうためにはどういう伝え方が一番いいの、どのタイミングで言えばいいのか、何かと抱き合わせて提案するのがいいのかとかね、まあ、いろいろ考えますけれどもね。で、まあ別にそんなに深くしなくても動いてもらうっていうのはそんなに難しいことではないんですが、ほとんど怒ったことはないですね、私の場合には。だからそういう付き合い方っていうのもあったりするんじゃなかろうかと思うんです。だからこの考え方、要は自分の考えが他人と違くて、他人は変えられないけれど自分は変えられるっていうことを理解するっていうことは、自分も他人も尊重することになりますので、仕事の面でもプライベートの面でもうまくいくケースが多いです。なのでまとめますと、非常識思考というのは自分も他人も尊重する思考で、自分がされて嫌なこと、自分がされて嬉しいことは必ずしも他人と同じ価値観ではないということを理解する観点から、生徒さん、お客様のことを考えると、よりいいサービスとか商品を作っていけると思いますので、ぜひご参考にしてください。それでは。